暇空かける保守党、暇空茜氏、俺は日本保守党を支持しない、百田直樹氏、暇空さんとパイプがあるのはわし、暇空かける有本、暇空茜氏、井川は嘘で私を侮辱しています。有本さんスペースで話せますか、暇空氏、日本保守党への判断は保留しときます。と、いろいろ起きている保守党と暇空さん。一時は雪解けと思いますが、血のエイプリルフールとなりました。暇空茜さん、昨晩、今朝は、お疲れ様でした。ホストクラブと公明党という話題の詳細ですね。別の国保があるとは知りませんでした。関係筋の友人に聞いてみます。日本保守党がペンライトを実際取り上げ始めるまではジャニーズについて保留ノータッチでいいでしょう。今までクソなことを気づかずにしていたというなら、新しく叩き始めるか宣言通り取り上げるかまでは保留、そしてジャニーズ以外についてのことはこれとは別の話だし、とのことです。スペース終了当日はさすがに温和なムードがありつつ、暇空さんの情報提供が続き、ジャニーズ以外についてはノーサイドとの発言が出ました。日をまたぎ4月1日午前2時52分に百田先生もこの発言でした。井川氏と暇空氏が激しいバトルをしている。二人ともわしがシンパシーを感じている人物なので、どちらの肩を持つこともしない冷淡なようで、これがベスト。さらに言うと、今回のバトルにおいては下手な仲介もしない。バトルの内容によっては仲介に乗り出すのもやぶさかではないが、今回のバトルはそういう類のものではない、とのことでした。そしてエイプリルフール早朝から急転直下しました。有本さん、ただの党員の一人っていうことですけど、動画見たら井川さんは立候補も打診された、立ち上げに噛んだ言うてますけど、これどういうことですか。これはただの党員とおっしゃるんですか。嘘ついてるのは有本さんと井川さんのどっちですか。真中に突然スペースに呼び出され、2時間睡眠時間を削って話してもまだ私の言うことを信じられない、理解できないとおっしゃるなら、もはや話すことはありません。立ち上げの頃に百田さんがどう言ったにせよ、今井川さんは保守党の役職者でも候補者でもない、これが事実。今後尋問には答えません。いや、論拠明確に示してるでしょう。井川さんは6万人の党員の一人に過ぎないっておっしゃったけど、井川さんは自分の YouTube で自分は日本保守党幹部であると吹聴してます。現在役職じゃないは無責任でしょう。代表の言ったことを知らないも苦しいと逃げるんだ、汚い政治家みたいですね。 A さん、立ち上げにかませてもろて、立候補も打診されたんだけど断りましたで、うへへ。 A さんは立ち上げにも参加し、立候補も打診され、今後立候補するかもしれない幹部ですよね。いいえ、違います。今この瞬間は違います。ただの党員です。いやー、政治家さんは都合の良いお話上手やわ。有本さんはこれムカつくよな。以下は一線越えて嘘と脅迫やってきて、お前ほんまヘタレボンボンやな。別に何か聞きたいとか疑問点あるとかは言ってないで、これに尽きる。なんで井川の相手せなあかんねん。ポストでダラダラとアホらしい。何度も言うけど、俺は有本って人が1年ぶりに声かけてきて、資料くれっつって読むっつって読んだっつって読んでなかったり、その場その場の嘘で俺を都合よく利用しようとした匂いがしたからブリブリして、井川と俺の件もなんか適当言ってごまかそうとしたの怒ってるだけよ。井川に対してはスペース濃いくらい。有本から取材しに行ったのに下調べしてない。有本が判決文読みましたと言ったのに数日会って読んでない。以下は一党員に過ぎない。俺は有本さんが嘘やらついて俺を都合よく使おうとしたのに怒ってます。ジャニーズについてあやつけないという約束は守ってます。嘘ついてたのは有本さん、信用ならない。嘘ついてたのは井川さん。井川が嘘つきなのは論外として、ここまで迷惑がかかる嘘ついてた井川を切らないなら有本さんも信用できない。で、出てきそうな言い訳、百田が勝手にやってました、把握してませんでした。まあそれも信用できないな、とのことでした。井川氏が一党員とは思えない件などを含めて有本さんを信用できないとし、有本さんももう答えないとのことになりました。さらに百田直樹先生も論調がガラリと変わります。なんで日本保守党に喧嘩売ってくるのかわからん。ブロックしとくわ。私はこれまで暇空茜氏を褒めることはあっても非難したことは一度もない。ただの一度も。にもかかわらず私の作った日本保守党を貶めすようなポストをされた。ブロックはやむを得ない、とのことでした。
百田直樹先生の非難を一度もしたことない相手に対して、ふとしたきっかけで急に百田直樹先生から猛批判を浴びるとなった例はいくつもあったと思います。制作や発信をする以上、思わぬ批判が来る場合もあるのは仕方ないように思いますが、かつての共演を同系の眼差しで見た身としては寂しい気持ちもあります。有馬とかありさんのフォローアプリと、井川って人の立ち回りからすると、井川さんは相当発言権のある人間に見えますね。保守党内部で、井川さんかっこつけて、保守とは何か、とか、僕が記念写真で大人気で、とか言ってるから、政党フィクサーとかなりたかった金主に見える。日本保守党のホームページ見たけど、綺麗事のお花畑でさ、あれ逆にドン引き。いや、これはきついやろ。とのことでした。井川氏、有本さん、百田直樹先生について批判しました。その後、ひまそらさんがライブで今回の天候について発言されました。日本保守党事務総長、有本香里さんに騙されました。こちら概略です。ひまそらあかねさんが有本香里さんを信用できないと断じた理由が語られています。1、井川氏は6万2000人の一人である一党員であり、40名応援メッセージをくれた一人であるという件。井川氏の動画で新党立ち上げに一丁紙する&立候補のお誘いがあったと井川氏が発言している。日本保守党パーティーに参加したこちらは招待だった。有本香里チャンネル第191回にて井川氏が保守党の発表を着て出演している。以上から一党員とは思えないとのことでした。2、日本保守党を歌う動画に出演したのは1回である。実際は複数出演があり、とても一党員とは思えない。このことから特別な人物であれば請求すべきとのことでした。3、有本さんの映画見てた発言。映画タイトルが言えず、新しい映画と言っていた。ありえない。とのことです。4、有本さんのパソコン処理中発言。何かデータ送られるなどの警戒をしたのか、嘘と思える。とのことでした。5、有本さんの判決文全部読んだ。という発言。1100万円の金額間違いから嘘としか思えない。とのことです。6、朝8で取材したい。と有本さんから言われていた。こちら、DM 映像を晒しています。出演は厳しいが、国売勝訴の件を扱いたいという判断を感じるとのことでした。このような理由により、その場その場で言い繕う人間であり、信用できないとのことでした。個人的には1から5に関しては同意です。で、6なんですが、このライブを見て一つ気づいたことがありました。ひまそら×保守党、ひまそらあかね氏、俺は日本保守党を支持してない、百田直樹氏、ひまそらさんとパイプがあるのはわしという動画でご紹介した通り、有本香里さんは3月27日の朝8、本番時点でこのような発言がありました。令和6年3月27日、百田直樹、有本香里のニュース生放送朝8第337回。そういうことで、ひまそらあかねさんもね、その後もいろんなことでご活躍なので、また番組に、こちらの番組に出てくださいと言って、出ていただけるかどうかわからないんですけれども。ひまそらさんとパイプあるの私ですから、はい。そうですね。はい。いや、別に全然それ否定してないんですけど、それ今どういう意味ですか？いやいや、また出ていただくときは私が頼みます。はい。いや、だから出ていただけるかわかりませんけれども、いずれにせよ、これは画期的なことだと思います。とのことでした。この3月27日の朝8時点で、有本さんはひまそらさんの出演について、ひまそらさんから断る的な雰囲気が出ています。さらに、百田先生が直接交渉に動きそうな気配も見せています。で、ひまそらさんのライブで、有本さんの DM を晒していますが、この午前10時35分水曜日というのが、3月27日水曜日であれば、朝8本番終了後に DM したという可能性が高そうです。ちなみにその日は朝9ではありませんでした。ひまそらさんは、有本さんが判決文を読んでないであろうことから、国売に興味ないのに出しに使おうとした的に、発奮されておられましたが、私が気になったのは、百田直樹先生がひまそらさんに電話すると本番中にはっきり言っていたのに、なんで有本さんが DM していたんだろうというところです。この日の朝8は放送時間は1時間59分58秒とほぼ2時間です。番組終了したのが約10時。そこから35分間であの文章を送ったということになります。DM したのがこの日でないということであれば、1週間以上前に有本さんは、ひまそらさんの、それはまた朝の8時の番組に電話出演してほしいというお話でしょうか。最近その時間は特に出ている時間なので起きれるか大変不安ですが、という発言を受けた上での朝8の消極的な発言となったということになります。それはそれでなんで交渉中なのに消極的なのかが謎です。これは妄想想像憶測ですが、
もし百田直樹先生が宣言通りに暇空さんに直接電話での出演交渉をしていたら違った結果になったのではないでしょうか。有本さんが DM で取材申し込みした意図は分かりません。関係をポジティブにしようとしていた、悪化させる意図はなかったように見えました。それなのに原因はともかく暇空氏の出演は実質 NG だったように見えます。以上から6も同意ですが、有本さんが悪意があったようには見えませんでした。最終的には総合的判断で井川氏を取ったということかと思います。暇空氏の調査を朝8で拡散するという流れができれば今後大きな力となった可能性が大いにあったと思います。今回の決裂は大変残念でした。ケンカー君はいちいち右往左往してかっこ悪いよね。ちなみに今日は有本さんの件について進展があったので、もう一本動画を出します。動画作成次第プレミアム公開にしておきますので、ぜひそちらもご覧ください。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。